もう絶景。ここキッチンなんですよ。取り出しやすいし、すぐ乾くし。どうも、おいりです。今回いただいた質問が、自宅で動画撮影してる部屋がリビングなのかキッチンなのか気になって夜しか眠れません。ルームツアー動画待ってますってことなんですけど、非常に健康的な方から質問、リクエストいただいたんですけど、今回の動画っていうのはルームツアーです。僕の家ですね。僕が普段どんな場所で撮影してるのかとか、どんな場所で編集してるのかとか、どんな部屋に住んでるのかっていうことをテーマにやっていきたいんですけど、ちょっとそれだけだと物足りないというがつまらないので、せっかくなので僕のおすすめのなんか調理器具だったり、そういったことも紹介できたらなと思います。ってことで早速もう動画回していきます。で、今ちなみにいるのはリビングなんですけども、ここから撮影していこうと思います。はい、ということでまず僕が普段撮影してる場所ですよね。みんな見慣れてると思うんですけど、ここです。僕ここキッチンなんですよ。僕のキッチンめっちゃ広いんですね。この奥行きがこんな感じで、普段そのトークだけの時はこっからの画角で撮ってますね。ここに椅子を置いて、で、料理する時ですね。料理する時っていうのはこっから撮ってます。こっから撮って料理動画を撮ってます。で、これキッチンなんですけど、ちょっと最後に後ほどまた詳しく見せますね。そのおすすめの調理器具とかそういったのをぜひ紹介したいので、僕が今話してたリビングがこんな感じになってるんですけど、先にちょっと言っておくと、僕家具がほとんどないです。僕趣味にもうフルフォーカスしてて全然ないんですね。だからもうキッチンにしかほとんど物はなくて、であと必要なものは食べる時のテーブルと、僕が動画編集とかする時のテーブルとかパソコンだけなんですね。それ以外僕全部ないんですよ。後でちょっとそのこっちの部屋ですね、こっちちなみに間取りが 1LDK です、なんですけど、そのような場所に住んでます。で、まあ本があったりとか、こういう場所に住んでますね。で、こっちの部屋も行きますね。では、こちらの部屋行きたいと思います。こちらの部屋は寝室ですね。寝室といっても僕敷布団で寝てるので、このタンス、クローゼットの中しまってるんですけど、ここに主に服とか、機材とかいろいろ入ってます。服も僕ほとんど持ってないです。で、ここですね。ここが僕のその料理本だったりとか、人造砥石だったりとか、カメラなんですけど、まず人造砥石もこれでもまだごく一部で、あと倍ぐらい持ってるんですけど、この人造砥石たちのこの DIY で作ったこの棚ですね。この棚めっちゃいいですよ。これほんと作ってよかったなと思ったんですけど、取り出しやすいし、すぐ乾くし、めっちゃいいです。しかもおしゃれだし、最高じゃないですか。僕このカメラ棚に揃えてこの大きさ作ったんですよ。だからめっちゃ収まりいいですよね。で、このカメラですね。僕が普段いつもお世話になってるカメラたちで、ソニーのカメラを主に使ってます。ソニー2台と、あと今撮ってる3台目ですね。と、カメラのレンズも5、6台持ってて、画角とかいろいろによって変えたりしてます。かなり活躍してくれてますね。で、その下のこの料理本棚なんですけど、これでもこれ料理本まだ一部なんですよ。いろいろその僕今年の1月に引っ越して、その時にいろいろ手放しちゃったんですけど、かなり料理本を集めてましたね。で、ここら辺僕辻町の時にお世話になった本なんですけど、辻町生はもうかなり見慣れてるんじゃないかなと思います。で、飾り切り勉強したいなと思っていろいろ集めた本だったりとか、そう、ここら辺もかなり皆さん知ってる方多いんじゃないですか。この包丁とか砥石のことの本だったりとか、で、あと栄養学のこととかですね。そう。で、この料理の科学とかコツとか、熱の科学とか、この調味料のなぜとかあるじゃないですか。これめっちゃいいですよ。これだけ、もう勉強してたら、これ押さえてたら、もうまずい料理作ることないですね。もう本当に料理って科学じゃないですか。だからなんで美味しくなるのかとか、そういったこと分かっておけば、基本的にいろいろ対応できたりとか、美味しい料理が作れるようになるので、ここら辺は、だから料理人以外でも、普通の家庭の方でも、ここら辺読んでたら基本的に美味しい料理は作れるようになります。とか、その下ですね。そう、ここら辺はサンドイッチゾーンです。サンドイッチだけで僕これだけ持ってるんですけど、サンドイッチ研究家になろうって決めていろいろ集めた本がここら辺にあります。もっと欲しいんですけどね。で、ここら辺がスパイスです。僕スパイスも大好きなんですよ。スパイスの料理たくさん作ってていろいろ集めたりとか、あとおしゃべりクッキングの本もありますね。おしゃべりクッキング最近なくなりましたよね。上沼恵美子さんのがなくなったわけじゃないですけど、上沼恵美子さんが引退しておしゃべりクッキングって番組はなくなりました。で、
ここら辺が他の料理レシピとかそういったのですね、なんかお菓子だったりとかサラダだったりとかグラタンだったりとかリゾットだったりとかそういったジャムとかそういったのですね、そういったのが置いてます。皆さんここら辺持ってたらぜひコメント欄で教えてください。はい、で料理本はこんな感じになってますね。でそうそうそう、この下これがね、カンナとかのみとかカミソリなんですけど、これ天然砥石、僕以前いただいた時に一緒に送ってくれたもので、僕これ研いだこと一回もないんですよ。で最近このカミソリ研ぎ出してて、このカミソリめっちゃいいですよ皆さん。カミソリでちゃんと研いでちゃんとひげを剃ることできたらめっちゃいいです。その肌触りもいいし肌にめっちゃ優しいんですね。だからカミソリはね、これね研いでちゃんと自分でこれやってよかったなと思いました。で本当にありがとうございます。で今後このカンナとかのみの研ぎもやっていこうと思うんですけど、これまだ1回も研いでないので、これから勉強して研ごうと思うんですけど、ぜひまた教えてください。はい、ということでさっきの部屋にキッチンに戻ろうと思います。そしてさっきリビングにあった本もちょっと紹介しますね。ここにあった本が僕がフリーランスになるって決めて集めた本とか、食べる投資とかそういった食べ方とかそういった本、あとデザインとかで、ここが僕が YouTube で、トーク力身につけたいなと思って集めた本です。やっぱりトークってめっちゃ難しいですよね。本当に説明するのって本当に大変で、もういろいろ片っ端から本を集めたんですけど、やっぱりそれでもできてない部分というか、全然うまく説明できないなとか、なかなかうまくいかないですよね。で、こんな本とかも集めたりしてます。そしてキッチンですよね。キッチンに移動します。はい、ここが僕のキッチンのパワースポットです。まず紹介したいのがこの包丁たちですよね。この包丁たちが飾られてるこの包丁棚なんですけど、この包丁棚とかこの包丁立てとか、これ DIY で作ったんですね。よくコメントでこれどこに売ってますかって聞かれること多いんですけど、僕これ DIY で作ったんですよ。もうこうなんで全部揃うんですね。だから意外と作ってみると簡単だったりとか、材料費もそんなにかからないので、もし興味ある方は作ってみてください。またもし需要あれば作り方動画とかも載せたいと思います。はい、でちょっと近くまで行って見せるとこんな感じになってるんですけど、意外とねここの幅もあって、ただここの幅を大きくするともっとその頑丈になるというか、この木とかももっと厚い木使えばもっと頑丈になるので、いろいろ木とか木材も変えたりしてみても面白いと思います。はい、こんな感じになってますね。でここら辺、そうここら辺が包丁立てで、これがマグネットになってて、これももう滅多に落ちないようになってます。でそうこれマナバシなんですけど、マナバシ皆さん使ってます？マナバシめっちゃ良くないですか？僕が使ってるのは18センチのマナバシなんですけど、やっぱりマナバシでね料理とか盛り付けとかするとテンション上がりますよね。なんかすごく気分がいいです。はい、でここら辺ですよ。そう見てください、これわかります？この美しさ、もう絶景、絶景ですよ絶景。あそうだそうだそう、これね黒砥石なんですけど、黒砥石って乾燥させて、だからこんな感じで置いてると乾燥して割れちゃうらしいんですね。だから僕キッチンペーパーでめっちゃ湿らせてこんな感じで乾燥しないように置いてるんですけど、ちょっとこれが正しいのか僕わからないんですよ。なのでぜひ知ってる方教えてください。はい、ということでもう天然砥石たちですね、もう最高です。もう見てください、もうわかります？この美しさ。でもね僕これ1本もね自分のお金で買ってないんですよ。本当に僕の YouTube 見てくれてぜひ使ってほしいということで送っていただいたものなんですけど、本当にありがとうございます。もう本当に本当にありがとうございます。はい、で下行って調理器具たちですね。でこの辺は僕前回道具やすじ、難波にある道具やすじの動画を潜入してきたんですけど、そこで集めたものばかりです。まあ中には無印だったりとかね、あとはそうこのバットとか100均セリアかダイソーかちょっと忘れたんですけどで集めたものとか、ここら辺も無印のケースですね、お玉とかあったりとかしてます。でこの乾物とかですね、ここら辺もそうとすぐ出汁が取れるように昆布が置いてあったりとか鰹節があったりとかしてます。そうで大事なのがこれですよ。これがね大事なんですよ。これが僕の研ぎセットなんですけど、まず錆止め油とか砥石台があったりして、で布巾たちがあって、で
これがまず吸水させるための砥石を吸水させるためとか水をかけたりとかする用のものです。で指サックですね、これが結構大事になってて、僕爪に研ぎ汁が入るのがちょっと嫌で、どうしても見た目がね悪くなっちゃうので動画撮るときとか、だからどうしても指サックっていうのはするようにしてるんですけど、指サックだったりとかサビトールっていう、まあもし錆びた場合にこれでこすればすぐ綺麗になるよってやつとか、名倉砥石ですね、名倉砥石とかドレッシングストーンとかいろいろあったりします。だからここにあるっていうのが大事で、本当にここにないとこの流れるように研げないんですよ。包丁拭きました、で包丁置いて、で包丁の声を聞いて研ぎたいって、研がれたいって包丁が言ってたらこのまま研げるんですよ。それが大事で、このシステム、この一連の流れができてないとやっぱり包丁研ぎってサボっちゃうと思うんですよ。だからこの包丁研ぎセットがキッチンのこの下にあるっていうのはすごく僕は大事だと思います。はい、なのでぜひやってみてください。ってことで次にこっちですね。はい、でこちらが僕の冷蔵庫ですね。冷蔵庫は結構ちっちゃめの冷蔵庫を使ってます。でこの冷蔵庫にあるこの上のこの子ですね、これが僕の大好きなぬか漬けですね。ぬか漬けをね毎朝ひっくり返すっていう作業をするのがすごくハマってます。こんな感じでぬか漬けです。はい、で僕ね電子レンジとかオーブンをね持ってないんですよ。っていうのも引っ越した時にいらないなと思ってちょっと捨てちゃったんですけど、実際にやっぱオーブンだけは欲しいかなと思います。電子レンジは必要ないんですけどね、オーブンを今度買おうかなって思ってます。はい、冷蔵庫でした。では次こっち、ここら辺は、普段僕コーヒー飲むので、そのコーヒーセットたちと器たちですね、この器。そして下行ってこの器たちですね、器は結構僕これも道具やすじでほぼ揃えました。でこのスパイス僕めっちゃ料理で使うんですよ。だからそのスパイスがあったりとか、この箸置きもこれ京都の錦市場わかりますか、京都の錦市場でこれ揃えたんですけど、箸置きにねハマった時期もあったんですよね。でそれが飾られてます。でそうこれちょっと整理されてないんですけど、この中にも包丁大量にあって、この中にね20本ぐらいあります。だからまだまだたくさんあるんですけど、そういった包丁も今度ゆっくり一本一本紹介できたらなと思います。はい、ということで次にキッチンのこのシンクとかですね、まずキッチンですね、キッチンの水回りのことなんですけど、僕普段からその1日の終わりにキッチン絶対リセットするって決めてて、こんな感じでキッチンには何も置かないようにしてるんですけど、まず紹介したいのが、僕絶対この引っ越しした際に重視してたのがこのガス台とシンクのこの間のスペースですね、このまな板を置く作業台、ここのスペースと、まあ、シンク自体の大きさと、あとガスかどうか IH かガスで絶対ガスが良かったんですよ。 IH ってねどうしても具合悪いじゃないですか。以前の家が IH だったんですけど、それで結構ね後悔してたんですよ。だから絶対ガス台がいいなと思ってガス台のとこを選びました。だからもうこのキッチンはめっちゃ気に入ってます。はい、で今からこのガス台というかキッチンの下にある調理器具とかを出しておすすめのものとか紹介できたらなと思います。はい、まず僕がおすすめする調味料なんですけど、普段料理で使っているのがお酒とみりんとあと醤油ですね。醤油も僕薄口と濃い口で使っててこれらなんですけど、これ4本ともめっちゃおすすめですよ。ぜひ使ってみてください。で塩ですね、塩は僕こちらの塩を使ってます。塩はねいろいろ使い分けてて、岩塩だったりとかいろんな塩を使ったりしてます。で砂糖とかも僕砂糖は基本ね黒砂糖を使ってるんですよ。こういったあんまりね白い砂糖を使いたくなくて、基本的にこの黒砂糖とかきび砂糖とかそういったのを使うようにしてます。はい、では次はこういったザルとかボウルとか鍋類なんですけど、ザルとかもここら辺も全部道具やすじですね、道具やすじで全部揃えました。ボウルとかもいろんなサイズ、あとこういったステンレス皿とかいろんなサイズを一個一個持ってますね。はい、でこの鍋類たちなんですけど、僕いろんな種類持ってるんですよ。っていうのも中華鍋とかあるんですね。ちょっと中華鍋出しますね。中華鍋とか、あと他にもこういったパスタ作る時用のアルミのフライパンとか、この中華鍋、僕が持ってる中華鍋こういったのなんですけど、僕が持ってる中華鍋は四川鍋じゃなくて、四川鍋っていうのはこの持ち手がなくてこういう感じで鍋振りしてチャーハンとか作ったりするやつなんですけど、僕そっちの方が良かったんですね正直。なんですけど僕はこの持ち手付きの中華鍋を使ってます。で他にもこういった雪平があったりとか、こういった鉄製ですね、鉄製のフライパンだったりとか、あとテフロンのこういったフライパンとかも持ってたりしてます。はい、
っていう感じですね。あとちょっとした器具なんですけど、計量カップですね。計量カップ、僕これに最終的にたどり着いたんですけど、やっぱりねこれが一番いいです。っていうのはこれ調理師学校時代使ってて同じものなんですけど、やっぱりねこのシンプルな見た目が一番いいですよね。ちょうど200の、はい、これとか、あと大さじ小さじとかも僕こだわってて、実際これ使ってるんですけど、これは完全デザイン重視で決めました。これは栗原晴美さんという方がデザインした大さじ小さじなんですけど、このね見た目がねすごい好きなんですよね。はい、という感じです。もし皆さんのなんかおすすめの調理器具とかあったら、ぜひまた教えてください。はい、ということでいかがだったでしょうか。これが僕の、もう部屋です、家ですね。で、気づいた方いると思うんですけど、僕本当に家具がないんですよ。っていうのも、例えばテレビとかもないし、ソファーとかもないし、そういったものが僕ないんですね。ただこれも僕昔からなかったわけじゃなくて、半年前までは当たり前のようにテレビもあったし、ソファーもあったし、カーペットとかもあったんですけど、今ないんですよ。なんでこういう生活になったかっていうと、僕半年前ぐらいにですね、ミニマリストに憧れたんですね。ちょっとミニマリストって流行ったじゃないですか。で、そこで僕そのミニマリストの本を集めたんですよ。ミニマリストの本って、例えば僕たちにもう物は必要ないとか、ステボンとかですね、ステボンが結構良かったんですけど、ホリエモンさんのとか、手ぶらで生きるとか、そういったミニマリストの本があるんですけど、それを読んだ時にめっちゃ憧れたんですね。うわ、ちょっとやってみたいなと思って、憧れがあって、でやり始めたら自分の体にぴったりだったんですよ。もうこんな幸せなことがあるのかってぐらいぴったりだったんですね。だからそれを機に、もう物もいろいろ捨てたし、物だけじゃなくて人間関係ですね、特に人間関係なんですけど、人間関係はもうバッサリ切りました。 LINE の友達も150人ぐらいいたんですけど、今僕4人とかなんですね。そのくらいまで減らしたんですよ。もう本当にいらないなと思って。だからもう人間関係とか物とか、そういったのももう自分にとって本当の本当に大事なものだけっていうのを大切に生きようと思って今の生活になってます。はい、ってことで今回の動画は、まあ僕のルームツアーだったんですけど、実際にこういった環境で撮影してます。だからキッチンで全部撮影してるんですね。もうキッチンだけで撮影してます。だからキッチン以外のものっていうのはなくて、本当に編集する時用のパソコンぐらいなんですね。あと食べる時のこういった机ぐらい、あとはもう全部僕はないです、僕の家には。そんな環境で僕は住んでます。で、本当にこの家も、もう目の前がオーシャンビューで海が見えるんですね。で、後ろがもう山なんですよ。この立ってる場所っていうのは山の頂上で、本当に山のてっぺんなんですね。だから海が見えるんですけど、で、夜になるともう街灯も周りないので、もう夜は星空がもうめっちゃ綺麗に見えるんですよ。もう最高ですよ。もう音もしなくて、もうね、虫の声しかしない、もう最高な環境で僕は住んでます。そういった場所を僕は選んだんですね。で、ちょっとミニマリストの話に戻るんですけど、ミニマリストの定義っていうのがあって、ただ物が少ないだけとか、そういった数、なんか何個以下とか、そういった話じゃないんですよ。ミニマリストの定義っていうのは、自分に大切なものが本当に分かってる人のことをミニマリストって言うんですね。だからいくら部屋に物があったとしても、物の数ではなくて、その人の心の問題、本当に大切なものが分かってる人の状態のことをミニマリストっていうので、そこは勘違いしないようにしてください。で、僕のその心が惹かれた言葉っていうのがあって、それを紹介したいんですけど、僕が何本か何個か本を読む中ですごくビビッときた言葉があったんですけど、それっていうのが、ミニマリストとは必要なものが分かっている人、大事なもののために暮らす人、物の数ではない、ただ他人の目線を気にした欲しいものではなく、自分に本当に必要なものが分かっている人、それ以外を減らす人、そしてミニマリズムは目的ではなく手段である、っていう言葉なんですけど、これめっちゃビビッときませんか？僕はこれを読んで、本当に自分が好きなもの、本当に自分が大切にしているものかっていうのは何かっていうのをちゃんと再認識したんですよ。で、そのもう障害となるものを全部排除したんですよ。もう必要ないと思って全部排除して、で、僕はもう包丁が好きだ、もう包丁と料理がとにかく大好きだってことをちゃんと再確認したんですよ。もう僕はそれのために生きる、もうそれに人生を費やすって決めたんですよ。だから包丁のために生き、包丁のために死ぬんですね。僕はそれをもう人生のテーマとして、人生の目標、もう生きがいとしてそれを決めたので、僕は
今後ともこの包丁のための恩返しも含めて、この包丁の魅力、料理の魅力っていうのを全世界の人々に伝え続けていきます。これはもう僕のもう決めたことです。本当にこれっていうのは伝え方次第だと思ってるんですよ。僕だってこんなにも、皆さん分かると思う、見てる方は分かると思うんですけど、こんなに楽しいじゃないですか。こんなにもだって包丁仕事、包丁研ぎとか料理って楽しいじゃないですか。だから伝え方次第で絶対に楽しんでもらえるものだと僕は信じてるんですね。だからその伝え方とか、どういうふうに動画を作っていく、どういうふうに発信していくかによって、やっぱり人の感じ方っていうのは変わると思うんですね。だからより一人でも多くの人に包丁の魅力、料理の楽しさっていうのを分かってもらうための活動を僕はし続けます、していきます。なので今後ともよろしくお願いします。はい、もし皆さん興味ある方、一回読んでみて自分で試してみていいと思います。それでやっぱり自分との体の相性っていうのがあるので、ぜひ興味ある方は試してみてください。本当にね、僕はかなりおすすめします、この生き方っていうのは。特に捨ててよかったものっていうのはテレビです。もうテレビをね、捨てるとね、自然とね、全部ね捨てたくなるんですよ。本当にテレビもテレビ棚も、そのテレビの周りにあるカーペットとかも全部ね捨てたくなるんですよ。だからこの生活にちょっとでも憧れというか、なってみたいなって興味ある人は、まずテレビを捨てることからおすすめします。でその後というか、人間関係もですね、人間関係はでも特にですね、人間関係でやっぱり時間とかお金っていうのは取られるので、本当に必要な人だけっていうのをちゃんと選んで、これから人間関係を作っていくこと、また再構築していくってことをおすすめします。はい、でもね、このね、ちょっと行き過ぎると、僕この考えが強すぎる時期があって、で僕本当にね、なんかもう洗濯機も捨てようとしてたし、あのもう全部、例えばこの髪とかも僕坊主にしようとしてたんですよ。もう髪だってシャンプーするのもめんどくさいし、髪乾かすのもめんどくさいじゃないですか。その時間が無駄だって思っちゃってた時期もあって、ちょっとそういった危険な時期もあったんですけど、そんな感じで行き過ぎないように、どうしてもね洗濯機とかもいらなくなるんですよ。でもね、洗濯機ってやっぱ必要なんですよ。絶対効率的には洗濯機あった方がいいので、洗濯機は捨てなくてよかったなって思います。なので行き過ぎた考えもする時期あるかもしれないんですけど、まあ自分と向き合って決めていったらいいと思います。はい、ってことでこんな感じで以上です。で途中でお伝えした通り、僕のおすすめの調味料とか調理器具とか、まあ紹介したんですけど、ぜひ皆さんのこれめっちゃ良かったよっていうのあったらぜひ教えてください。僕実際にそれ調べて良さそうと思ったら実際に僕買って使ってみるので、ぜひ紹介してください。はい、では終わります。もしこの動画が少しでもいいなと思っていただけたら、ぜひグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。でいつも見てくれてる方、コメントしていただける方とか、本当に僕の励みになってるので、ぜひ今後ともよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。